皆さんの生活がちょっと豊かになるような商品をご紹介していきたいと思ってます。本日はこの EMS 低周波治療器を紹介していきますので、よろしくお願いします。皆様、低周波治療器とはご存知でしょうか？これ一応医療機器認定されている商品なんですけれども、これは首に当てて電気を流して筋肉のコリの緩和だとか血行促進とかを促してくれる商品なんですけれども、マイトレックスというメーカーから出てる EMS ヒートネックという商品ですね。皆さん聞いたことありますでしょうか？ヒートネック、これは首の部分にこの銀の部分から温かい熱とあとは電気が流れる商品になってます。今デスクワークされる方がすごい増えてきたと思うんですね。まあ、今は緩和されてきたと思うんですけれども、そういったやっぱデスクワークされてる方ってどうしても、まあ、スマホを見るにしてもパソコンを見るにしても首が下がるような姿勢とかに、まあ、なりがちな方が多いと思うんですね。でそういう方が、まあ、首が凝ってしまったりとか、どうしてもこう首が下がってしまう生活をしてしまって肩こり辛いと頭痛くなったりしますよね。特に筋肉痛から来る頭痛が緊張型頭痛っていうのがあるんですけれども、肩こりがあるとその頭痛がかなり促進されて毎日辛いんですね。自分が試してみて、まあ、すごい良かったのが、他にもこういう商品今たくさん他のメーカーさんから出ておりまして、名前は違えど仕組みは大体同じなんですね。電気が流れて暖かくなって、でも私が初めに使ったこれは結構ちょっと見てみると、この当たる部分がちゃんと、まあ、首も動きますし、若干こうカーブしてて人間のこの曲がりくねってるこの首のところにこうフィットするような形になってまして、でちょっと周りの部分も柔らかいので首の負担が限りなく少ないです。で重さも今片手で全然持てるくらい軽いのでこれを選んだ次第でございます。他の商品ももちろん試したことはあるんですけれども、フィット感があったので私はこのマイトレックスのやつを選びました。でこれってジェルの交換とかもいらないんですよ。代わりに首の部分を少し湿らせてあげるだけですね。でこちらはボタンもここに電源のマークが印字されていて、ここを聞こえますかね。はい、このように案内も水でケーブルを濡らしてからご使用くださいって言ってくれますので、やる前はちょっと首のあたりを濡らしていただいて、で今このヒートっていうのが、温かいのがついてますよっていう意味ですね。でこちらを何回か押すとヒート3段階まで温かくなります。で今はちょっと電気ついてないこの EMS っていうのを使うには、今度左手側の方にこのマイナスボタン、プラスボタンとこの UNO のスキップマークみたいのがあるんですけれども、このスキップマークみたいのを押すとモードが6段階変えられます。モードはいわゆるこうリズムを変えられますね。この電気が流れるリズムが、まあ、一定なのか、もっと強いモードか弱いモードにこう変わる波のあるモードなのかとかが6段階変えることができます。あとはプラスボタン、マイナスボタンで EMS の強さ変えることができるんですけれども、これプラスにして最大16段階まであるんですけれども、結構3段階、4段階で刺激が強くなってくるので、16までは私使ったことないです。で、好みの強さで1段階から始めていただいて、慣れてきたら強くしていった方がいいと思います。電気流れて首あったかくなって、でしかもモード6種類あるので、こう自分の好きなモードで電気のこう波を変えられますし、強さも16段階まであるので、でも結構私お値段以上かなと自分では思ってます。デスクワークの方とかはパソコン仕事の方、首とか疲れたり肩凝ったりする方はこれつけながら仕事していただいたり家事していただいたりできる商品なので、ぜひながらで使ってみてほしいです。
今日はアマイトレックスというメーカーの EMS ヒートネックという商品をご紹介させていただきました。首とか肩のこりある方、大変おすすめの商品でございますので、ぜひカートのマークからビフカメラのサイトでチェックしてみてください。